今回はですね、保険薬局指定の申請についてお話になります。開設許可が出てからですね、保険薬局、まあ、保険が適用されるかどうかっていう申請もまたするんですけども、それの、まあ、期間等々がどれぐらいかかるのかっていうことなんですけど、これって月の半ばとか終盤とかに適当に出していいんでしたっけ？まあ、通常許可を受けた月の、まあ、許可を受けてから月の、10日までに申請をした場合に翌月の1日から、指定になるので、まあ、10日過ぎて申請すると翌々月からってことになるので、はいはい、そのあたりはやっぱりスケジュール、申請の時のスケジュールはポイントになりますよね。もう月初にしないと、まあ、翌月の、まあ、1日からもらえないということなんですよね。で、まあ、薬局開設はね、まあ、市町村だったりしますけど、指定薬局の方は保険の、保険薬局の指定の方は厚生局になりますから、まあ、そこの、申請先も違いますし、まあ、スケジュール的なところは両方に確認して進めていくってことになりますね。はい、結構まあ、そうですよね、審査持っていきなり持っていって却下されたりするとまた10日までっていう期限があるので、まあ、早めに持っていくか、まあ、事前に相談するっていうのは大事にはなって